リヒャルト・アスマンとアルトゥルベルソン・リヒャルト・アスマン、リチャード・オスマン、1845年4月13日から1918年5月28日は、ドイツの気象学者、医師、マクデブルク出身。1868年、彼はベルリンで医学博士号を授与され、1870年から1879年にかけては、 ブランデンブルク州のメルキッシュイコール王群にあるバット、フライアンウォルダという町で開業医を営んだ。1879年には薬学を学ぶために、マクデブルクに戻り、ハレ大学で行った派生的な研究により、博士号を授与され、それを受けて、ベルリンの王立気象研究所の科学館となった。1905年から1914年にかけて、彼は、 リンデンベルクのプロシア王立航空観測所の所長となり、その後ギーセン大学名誉教授となった。リヒャルト・アスマンは、高層大気の調査に特に興味を持っており、高層気象学の分野の先駆者である。彼は1900年頃に、ドイツのゴム会社コンチネンタルと共に、薄くて軽くよく伸びるゴム製の気球を開発した。アスマンの密閉式ゴム製の気球の特徴は、 安価で使い捨てできたこと、平行高度になることがないため膨張して破裂するまで上昇できることと、そのため同じ高度に止まることによる日射や換気不足の影響を受けないことだった。また、短時間で上昇して破裂するため風に流される距離が少なく、パラシュートを使って観測地点からそれほど遠くない地点で時期測定器を回収できた。これら数多くの利点があったことから、 その後高層気象観測はゴム製気球によって世界各地で広く行われるようになり、それは今でも続いている。彼はレオン・ティスランド・ボールと共に清掃圏の共同発見者と評価されている。両者は1902年のほぼ同時期にそれぞれが清掃圏発見を報告している。1887年から1892年に駆け得て、 彼は飛行船の設計者、ハンス・ジーグスフェルトと共同で大気の気温と湿度を正確に測るための間質計を開発した。これは、間温部を日光から遮蔽してあるもので、高高度の風船において信頼性のある気温と露点の観測を可能にした測定器は、これが最初であった。この測定器の製造は、ルドルフ・フースの工場で行われた。 1888年から1899年にかけて彼はファインツアフォーダーンであらフッチ・フファートのメンバーであった。そこで彼は大気の研究のために観測用風船の費用を組織した。彼はまた気象学の知識を大衆に広めたことでも知られ、いくつかの科学新聞や科学雑誌の中で彼は重要な役割を果たした。 1884年から彼が亡くなるまで、彼は大衆向けの月刊誌、ダスベターを発行した。1903年に彼は、気象学者、アルトゥル・ベルソンと共に、オランダ王立科学アカデミーから、ボイス・バロットメダルを受賞した。日本の初代高層気象台長となった、大石和三郎は、1912年からリンデンベルク、高層気象台に留学して、 アスマンから親しく教えを受けた後、日本の高層気象台を解説している。日本の高層気象観測はアスマンが原点とも言える。ありがとうございます。